石屋根も半分ぐらい塗っていくか。屋根塗っちゃうとでもあれなんだよね、頭ぶつかるから塗装剥げるんだよね。もうちょっと福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ね、内装をそろそろね手をかけていこうかと思います。うん、駆動系をやっていきたいんだけど、そのなかなかねちょっと部品が届かないので、うん、で、そうだね、この天井のこれをとりあえず剥がしてしまいたいね。ピロンピロンでちょっとお疲れだからね。あとちょっとシートカバーも剥がして洗濯かなしてみたいと思います。中どうなってんだ。タオルケットがね全品止まっているので、とこんなのが出てきましたね。これが多分シートカバーなんだよね、タオル。この茶色、これは多分純正のシートカバーなんですよ。なんかあのホックっていうのボタンで止まってるでしょ、うん、取れるタイプなのかな。あ、取れるや、あ、取れるや、うん、取れるや、よいしょ。おお、中身が出てきましたね。ああ、取れた取れた。あ、おもね、ホックがついてるんだね。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。結構ボロボロだね。どうしよう。これ中のあんこ、一回きれいに剥がしてみたいような気はするけど、後で考えよう。で、多分みんなが気になってんのがこの天井だよね。この天井はね全部剥がしていこう。この茶色いのは何なんだ。はい、これね、こうやればある程度は綺麗になるんですが、ここがね、平らじゃないの、ボコボコなのね、これ。FRP の裏側だから、ボコボコなんですよ。一回綺麗に剥がして取れないようにして、やっぱりなんか、内装とかを貼った方がいいのかな。多分平らじゃないから、カッティングシートみたいなのを貼ると、多分綺麗に貼らないんでボコボコになっちゃうんだよね。だから布状の素材とかをやっぱりボンドとかで貼るのがいいのかもしれないですね。うん、もうちょっと綺麗にしようかね。そうなんだよね。 FRP でこのツルツル処理っていうか裏側だからさ、ボコボコなんだよね。細かいね、このなんかあれが目に入るので、ゴーグルを使おうと思います。防塵ゴーグル。よし、これで。あ、ここ水が漏れてる。
忘れた。もうこういう風になってんだね。よしと、屋根の上の方はね、電動工具を使っていきたいと思います。デコボコだからどうしても綺麗には削れないんだよね。で、削りすぎちゃうとさ、こう下地が出てくるから、ほどほどにだね。わ、こういう細かいところは、ブラシでだな。フック船長シリーズ、これかな。ちょっと嫌な音がするけど、綺麗に剥がしてってたね。汚れてるところとかもあるから一回拭き掃除しよう。粉まみれになったしね。どこもね。はい、いろいろ考えたんですけども、内装はさ、まあ最終的に布とかを貼ってもいいんだけど、やっぱもうちょっとノリとかいろいろな状態でかっこ悪いので、一回綺麗に塗ってしまおうと思います。 FRP だからさ、これ綺麗に塗れればいいかなと思って、で色さなんかグレーとかにしようかなとかも思ったんだけど、まあダッシュボードを、よりちょっと暗いティントベージュ、だいたい似てる色かなと思って買ってきました。でこれで塗っていけば違和感ないかなと思います。ダメだったらまた色塗り替えようというわけで、塗ります。はい、そしたらさ、塗るとなったらやっぱりちょっと細かいところはさ、ペンキをつけたくないから、ちょっとマスキングを先に、スプレーで塗るわけじゃないんで、ハケ塗りなんだけど、一応つけたくないところにマスキングしておこう。こう際がさ難しいんだよね。普通はこのなんかモールみたいなの取れればいいんだけどさ、これ多分二度と手に入らないんだよね、この部品がね。そしたらやっぱり外すわけにはいかないよね。よし、オッケー、マスキングできましたね。どうしよう、暗くなってきたんだよね。明日午前中晴れだね。明日大丈夫だね。明日塗ってみようかと思います。はい、翌日になりました。ではね、塗っていきたいと思います。天井垂れそうだな、うまく塗れるかな。色はこれ、ティントベージュですね。こちらですね、やっていきたいと思います。あとは、あ、いいね、結構消えるじゃん。うわ、早速垂れたし、垂れるんだな。
あ、でもあれだよね、 FRP の元々の生地色に近い色合いは出てるかな。もうちょっと工夫した色にした方がおしゃれだったかな。悩むところではあります。細かいとこは最後筆差しをしていきましょう。細かなとこだけね塗って、大きい筆ではね。どの順番で塗ってったらさ、服とかにつきにくいんだろうね。ここら辺は塗っても大丈夫かな。よし、屋根も半分ぐらい塗っていくか。屋根塗っちゃうとでもあれなんだよね、頭ぶつかるから塗装剥げるんだよね。もうちょっと細部を塗り直してからの方がいいかな。はい、こういう細かいところもね筆で塗っていきましょう。隙間なくね。平大きい筆で塗れなかったところはね、こういうふうにちょっとスポンジがまだ残ってる、取り切れてないんだ。多分ね、あんまりゴリゴリやりすぎるとこのウェザーストリップっていうこのゴムをね傷つけてしまう恐れがあるので、やっぱちょっと無理はできないですね。はい、一回塗り終わりました。ちょっとまだらだから少し 3,40 分乾かしてもう一回塗ろうかな。でもブラーンってなってた時に比べたらだいぶいいよね。ただちょっと後悔してるのは、違う色にした方が映えたかな。なんか普通すぎるよね。普通すぎるなという気はしています。うん、まあまあいいか。まあ塗り替えるのはできるからね。奇抜な色にしてから白に戻すのは大変だからね。はい、どうでしょう。まあまあかな。ちょっとムラまあないわけじゃないけど、まあしょうがないね。デコボコっていうのもあるんで、完璧はちょっと厳しいかなっていう感じなんですが、まあまあ綺麗に塗れたんじゃないかなと思います。マスキング剥がしてみましょう。もういいじゃんいいじゃん。いやー、ここの処理がちょっと甘かったな。はい、マスキング剥がしも全部終了しました。うん、ちょっとここ雑だったな。まあしょうがないね。うん、まあまあじゃない。まあ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 、ピローンってなってきた時に比べたらだいぶいいよね。ね、こっちから見ても、うん、こっちから見ても、うん、だいぶ内装綺麗になったのかなとは思います。ちょっと途中で塗ってた時に言ってた、ちょっと味気ないっていうか、なんか変わった感じがしないっていうのはしょうがないんですけど、まあ清潔な感じにはなったんじゃないかな。ちょっとそんね、ここ天井と
ピラーが綺麗になったから他のところもちょっとこれから掃除していきたいね。ハンドルとかもやっぱ綺麗にしたい。ハンドル綺麗になったら綺麗になるもんね。あとはあのシートカバーね、今洗濯してたのでそれが綺麗になればいいかなと思います。こういうとこ細かいところをね綺麗に掃除していけば綺麗になるんじゃないのかなと思います。はい、引き続き、内外装ともにね作業していきたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。